そうですね。やっぱり普段仕事でやってることとはちょっと違うんじゃ違うんですけど、それでもやっぱり一緒な部分というか、やっぱり仕組みだったりとか、新しいことにやっぱ取り組むことって今後やっぱいっぱいあると思うんで、ちょっと自分自身の、知識見聞を広げるためにちょっと参加してみました。そうですね。いや、思いのほかやっぱりプログラムで組んでみて、でこうなるだろうなって思ってやってみると、意外とちょっと違ってたりとか、で失敗する中でこうやっていこうっていうふうな、トライアンドエラーっていうか、そういうことができてちょっと面白かったですね。そういうところがやっぱり面白かった。普段の仕事でも多分同じようなことがあった時に、こうやっていこうかなっていうのがすごく勉強になりました。